どうも、あいやしさ 120% の男、ブス島です。新設両機能り実況プレイやっていきたいと思います。はい、ということでね、前作のね、両機能りの記憶でですね、つかさちゃん、ね、取れない、あれになった状態で、女子寮の前に来てみました。そうしたらね、今日、つかさはデパートに顔を出さなかったと。いうことでね、もしかしたらあるかもしれねえぞこれ。へっ、ちょっと見てこうじゃねえかな。ほらこれはやっぱ心配なんだよ俺はよ。司ちゃんどうしたんだろう。まあ前回ね飛び込みましたけどね。責任者である司のいない肉汁の里は担当は混乱していた。司ちゃんも忙しい中にいればあの悪夢を忘れられるかもしれない。いや、ダメだ。A 作は首を横に振る。部屋に戻ったつかさちゃん、一人で眠るときっとまたあの悪夢が襲う。きっとあれだろうな。もうこれ部屋に侵入かこれ。包丁から血が取れないと泣きながら包丁を研ぐつかさ。放ってなんか置けないよな。なんとか感づいてますね、もうね。A 作が一口大きく息を吸い込むと男子禁制の女子寮のドアを叩こうとした。その時である。おいおい、一作さんよ、ここの女子寮は俺の管理がしてるからよ、勝手に入ってもらっちゃ困るんだよ。って感じか。あれ、うわ、かわいいな、おい、もしかして、私服司ってこれ初めてじゃねえか、これ。でもなんでこんな短いスカート、まったく、けしからんな、いいぞ、もっとやれ。寮の近くに司が立っていた。どうしたんですか。いや司ちゃんが心配でさ。どうしたんですかって、司ちゃんこそ大丈夫なの。今日会社休んだから心配して。心配して来てくれたんですか。来ちゃいました。そしてめっちゃ可愛いねてか髪めっちゃ長いね。なんか野々村病院思い出しちゃったよ。なんとなくナースキャップつけたらなんかそんな感じに見えてくるな。まあ司はいたずらっぽい笑顔を見せながら興味津々といった口調で問いかけた。私はもう大丈夫、ありがとう。いや心配っすよ。可愛いメスはやっぱり。司は照れたように薄く頬を染めてから急に神妙な面持ちをたたえ A 作に持ちかける。そうだ、食事まだでしょ？っていうか仕事中です私これ。よかったら一緒にいかがです？司ちゃんを一緒にいかがってことか。これはどういうこと？ポテトみたいなもんか？いやこれはさ、俺でも仕事中だから、しかも、ね、仕事中にさすがにねそういうのはダメなんですよ。やっぱりいくら外出は自由って言われてもちょっとそれはね、職務中にそういうことやるのはね、まずね社会人として会社員としてやっぱダメなんですよ。だから今日は予定があるから帰ります。あ、指が勝手に。それは願ってもないけど、でもいいの？腹の具合が悪いのにレストランなんて。まさかそんなところに行きませんよ。あのですね、はあ、司は A 作の耳を掴んで小声で囁いた。私の部屋で食べましょう。いただきます。女子寮で。困惑と喜びが同時に A 作を責め立てた。男なら誰もが憧れる女子寮、そこへ入れるというのは粛清女子音楽学園じゃないよな。大丈夫だよな。っていうか俺2回目なんだけどな、この女子寮入るの。しかも司の食事付きで、いやもしかしたら司ちゃんもついてくるかもな。今ちょうど食材を買いに行ってたんです。ほう、私作りますから。じゃあはい。よし。おお、これは何このエロゲーみたいな展開。何これ、このシチュエーションは。どうぞ、ご飯と一緒に私も食べてください。ね、これをもし見てるね、女性のリスナー様いましたらですね、男なんかね10人いたら10人これを考えてますよはっきり言いますよ。10人いたら10人がこれをね考えてます。はい、もうもしかしたら10人いたら13人くらいこれ考えてるかもしれませんね。もうね、これ想像したいバカがいないと思うよ
ほんと純粋に飯食いに行くだけでもね、ほんとそうなんだから。いやこれマジっす、マジっすこれ。うん、もうね、A 作を誘っている。でもやんない A 作、よだれが出そうなくらい美味しそうな料理が、それとももっと美味しそうなつくさのやわ肉か。いただきも、もうここでやわ肉とか言っちゃダメだな。いただきマンモスじゃねえよバカ、ノリピーコじゃねえんだから。青やつかさめかけて飛び込みそうになってしまった A 作を寸前で引き止めたのは彼女の不安そうな声だった。もうルパン状態ですね、もう完全にね、こうね、うん。嫌ですか？嫌なら無理にとは。全然嫌とかそんなことないですから。一瞬のうち妄想世界に入り込んだ A 作をためらっていると勘違いしたらしい。はっ、いやいやいや、嫌なはずないだろ、せっかくの司ちゃんのお誘いだ、断るはずがないって。慌てて首をブンブン振った。なら見つからないうちに早く、はいはい、行きます行きます行きます、行かせてください。つかさは周りを見渡すと人の気配がないのを確認して A 作の手を取った。隠して A 作は禁断のシークレットガーね、男の桃源郷パライソ至福千年帝国、様々に呼ばれる謎と神秘の世界へ突入を果たすことになった。前回無機質な部屋行きましたけどね。よし、おお、これは何、何このエロゲーみたいな展開、何これ。新設利用機の檻、女子寮はなんだか甘い香りがする。あれからかくれんぼをするように通りがかる複数の女性社員の目を逃れ、司の部屋に入った。あらかわいい。部屋に入ってひやっと一息つく。いやかわいいじゃん、ほら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 、おお、いいね。なんか以前のアキラの部屋とは違いますね、やっぱりね。ほらでも部屋の構造一緒でしょ。いやこういうアイテムがまたね、うまいっすよね、やっぱ作り方が。あと随分和ですね、なんかそんな感じがしますね。いやこういうところはなんか女の子って感じで、これがあれか、ピンクのカーテンってやつか、前回アキラさんのところでね。いやーいいっすね。おお、このミッフィーもどきもいいぞ、これは好きだぞ。司の部屋に誘われたこともさることながら、彼女が思いのほか元気なのが A 作の胸の使いを解きほぐした。何はともあれ司ちゃんが元気そうでよかった。そして今 A 作は司の部屋にポツンと座っている。綺麗に片付けられた女の子らしい部屋であった。部屋に満ちているのは芳香剤とか化粧品とかとは全く別質の鼻先をくすぐる甘い匂い。わかる、すっげえわかる。これ年頃のメスの、もう言われぬ香りが A 作を感動させる。わかるぜ。キッチンの方からまな板を叩く包丁のリズミカルな音が聞こえる。もうちょっとですから待っててくださいね。はい、もう体育座りして待ってますね。司の調理の合間に顔を覗かせる。急がなくてもいいよ、待たされれば待たされるほど美味しいものが食えそうだし。でもね A 作、お前仕事中だ今そう言ってもらえると張り合い出ちゃうな。おーおーおーおお、いろんなところが張りそうだけどな。包丁のリズムに合わせて司のツンと張り詰めたヒップが小刻みに踊っている。いいね、あいいな、あれ新婚生活ってこんな感じなのかな。まあ最初の3日だろう。うん、A 作はぼんやりと司の後ろ姿を眺めている。司ちゃんお尻ちょっと大きめだな、安産型ってやつか、これ今言うとぶっ飛ばされっからな。うん、ずっとこの時間が続けばいいのにな。 A 作の視線は司の後ろ姿から離れることはなかった。そうやってしばらくの時間が過ぎる。さあできましたよ。どれどれどれ、女体盛りじゃねえだろうな。うほほほほ、いいな、こりゃうまそうじゃねえかこれ。おーおーおお、おーおー、いいね。いやーこれは本当、もう本当ありがとうございます。これ本当にもう本当そうですよ、これ素晴らしい。目の前にずらりと並べられた料理の数々に A 作は息を呑んだ。学生の頃からバイトしていて、今まで肉汁の里の責任者だから包丁使いや料理が上手なんだろうとは思っていたが、ここまでとは思わなかった。色鮮やか、まるでレストランのような料理の数々をこの短時間に作り上げちまうとは。スカスちゃん、きっといいお嫁さんになれるよ。やだ、お世辞がうまいんだから。男ってね、わりかしこれね、お世辞じゃなくてマジで言うことの方が多いっす、これは。いや、お世辞じゃなくて本気ありがとうございます。でも感想は食べ終わってからにしてくださいね。まあここでね、最悪の感想を言ってやろう、俺が食った後の。そういえば A 作はまだ箸を取ってもいなかった。それじゃあいただきます。どうぞ。
食べて食べるでしょ。どうですか、口に合います？こう言われた時に最悪の返し方、うん、コンビニの弁当と同じ味がするって、これぶっ飛ばされるからね、言うとマジで俺ね、料理投げつけられたことあるもん、言って冗談のつもりだってガチでキレられたことありますからね、これコンビニの弁当と同じ味するねって言ったらね、もう帰れって言われたからな冗談だって、ね、いや美味しかったんだよそれ。いやもう最悪の回答ですねこれねこれはねもうバッチリ合うしかないっしょこれはね。うんうん、合う、美味しいよつかすちゃん、よかった。もういろんな意味で美味しいよつかすちゃんって言うからね。この味付けが嫌だったらどうしようとか、いろんなこと考えて料理したんです。いやいやいや全然美味しい美味しい。しかもこんな可愛い子にね、こう 見られながらやってさ、もう最高だよこれ。いやいやこの料理なんかプロ顔負けって、つかすちゃんプロだっけ。あとさ、ちょっとごめん、お店の惣菜以外じゃ初めてなんですよ、ね、うん、誰かに食べてもらうなんて。なるほど、ちょっと一ついい、このさ見てくださいこのグラフィック、あのね、いつも16色でやる話なんですけど、このね俺ね、このね髪の塗り方、これねパス使っておそらく描いてると思うんですよ。レイヤーを重ねて、その線画を入れて、その線画のなんていうのかな、ベタ塗りの上にこうパスで俺これ描いてると思うんだけど、パス切りのこういう髪の塗り方ってかなり俺好きでさ、いやいいっすよね。こういうのもね、実際ね描くときって割とこうパスでこうピャーっと描いちゃってね、こうパーっと描いてベタっと塗るんですよ。その後に周りをねぼかしていくか、もしくはパスを切るときにぼかしを入れて切るんですよね。慣れてくるとこっちの方がやりやすかったりするんですよ。そういう感じで描いていくと非常に綺麗なんですよ。特にこのね髪の毛と目に関してはね、ほんとパスで綺麗に描くとめっちゃ綺麗に描けますからね。うんうんうん、いいんですよ。いや素晴らしき素晴らしき。それ最後にパスのところだけロックかけてよ、こう塗っていくんだけど、そこのね線の塗り方、これねおそらくパスだけでね、こう線画とか作ると線が全部均一になっちゃうから、ちょっとそこでコツがあってよ、パスでちょっと太めに描いて後で削っていくって感じなんですよね。普通線ってこういう風にさ、普通のね多分デジタル CG とかやってない人ってわりかしそうなんですけど、線を一発で描くってイメージする人非常に多いんですけど、実際違いますから。実際はね太いのを削っていくって、これね実はねうまくコツだったりするんですよ。俺はねグラフィッカーっていうか自分で線画は描かないですけど、その線画をねいただいたものをこう塗ったりするっていうことはねやったりしてるんですけど、まあだからね、まあグラフィッカーって言ってもかなり致命的なんですけど、塗りだけはね結構ちゃんとお仕事で、まあ特に背景の方なんだけどな俺がやるのはな。うん、いやいやいや、でもほんとこれめっちゃ綺麗。このカーテンだってね、実際これね頭の中でイメージするんですよ。ベタ塗りだけで塗ったらね、どういう風に描いてるのかっていうのを最初考えるんですよ。それで立体感っていうのを作ってから、後で調整ブラシにしていくって感じなんですよね。そうなんですよ。私はフォトショップしか使いませんのでね。クリスタとか使えないんですよね。実は。まあまあ、いや、こんな話をしてるから、いつも長くなるというね、怒られてしまうんで、先行きましょう。食べてもらうなと。緊張しちゃった。いや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 、3時に素直に喜ぶ仕草がまた初々しい。一人暮らしだからどうしても外食が多くなるんだよね。ここまで作れるつかさちゃんは立派だよ。拾い食いとかしてるからな、英作はな。うん、私だってそうですよ。でも寮生活だと隣の人とよくおかず交換とかしたりするんです。男同士だったらまずありえないですね。ネクロ夕闇が昔うち来るとき、なんか電話かけて食材持っていくからなんか作ってくれって、俺なんか作ってた記憶があるな。そうなるとつい見え張って気張っちゃうから、それでお料理の腕も自然と。なるほどね、なるほどね。そうか、男と女は違いすぎるな。彼女に作ってもらったなんてのろけ話は時々聞くけどね、そういうのを聞くと腹が立って腹が立って。もう私が作ってあげましょうか。お願いします。マジで不意地のような言葉に江坂うろたり。でもね、こう弁当でも何でもそうだけど、作ってくれる人マジ感謝だぜ。これほんと大変なんだから。いや、それは冗談ですよ。
冗談。いやマジで作ってくれ作ってくれ。そしていいね、もうなんだろうなんだろう、すっぴんっていうかさ、ナチュラルメイクいいね。今一瞬本気で悩んだでしょう。男は悩みます。これはいや、その決して嫌なんじゃないよ。もう本当にもう、あ、もうくそー、羨ましい。どこの世界するんだこれ。ただ職場の連中にバレるとからかわれそうだからな、なんだかなと。私はからかわれてもいいな。これ司ルート入ったか。いや司ルート入ってんのかどうなんだ。司ちゃんだって優しいんだもん。まあ下心あるからな、そういうことは言わない方がいいよ、本気にしちゃうから。そんな話をしているうちに広げられた料理は跡形もなく消えてしまった。あら、いや食った食った、ごちそうさま、美味しかったよ。英作が腹を叩くと司もくすりと笑った。そういうの親父臭いって言うんですよ。しょうがねえだろ、昭和生まれなんだから。あ、いっけね。腹を叩いた右手で慌てて戻す。そんな英作を見て司はもう一度笑った。お前に来たの俺の方だってもてなされちゃったよ。果物一つも持ってくればよかったかな。気にしないでください。あなたが来てくれただけで私とっても嬉しいんですから。ごめん司ちゃん、あなたが好きです。言われたらそうなります。うん、司ちゃんが元気に戻ったみたいで本当よかったよ。そうですか。あ、何、一瞬司の顔がよぎった暗い影、見間違いかと英作は目をこするが、次の瞬間にはいつもの笑顔に戻っていた。じゃあ俺帰るね。あんまり女の子の部屋に長居するのもなんだしね。他人に見られたらやべえからよ。あ、なにある、え、なんかある。司は数秒の間英作を見つめるのは何も言わず小さくこくりとうなずく。その顔にはいつもの笑顔がある。英作は元気になった司の笑顔を再度確認すると、早々に女子流を後にした。セーフ。何もなかった。なんかあるのかと思ってよ、ドキドキしちまったよ。まあとりあえずはまあまあいいでしょう。まあ百貨店戻っていきましょう。まあちょっとまた中あるまでブラブラしてみましょうか。ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。